菊川駅は静岡県菊川市堀の内にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA26。運行形態の詳細は東海道線を参照。両隣の掛川駅と金谷駅が旧東海道沿線にあるのに対し、菊川駅は旧東海道を外れて5トルほど南下した場所にある。特に、 菊川駅と金谷駅の間は、鉄道写真撮影の名所にもなるほどの半径400メートルの旧カーブが連続する区間があるため、なぜ旧東海道を通らずにこれほどまでに線路が曲げられたのかという疑問を持たれることがある。これに関して、東海道本線建設時、日坂村の住民らから農業への悪影響を懸念した根強い反対運動が起こったこと、 大体案として考えられていた、現在のお前崎市付近を通る海岸ルートでも、同様の鉄道危機が起こり、それと対照的に、堀の内村の住民らは、県知事への陳情を行うなど、積極的な誘致活動を行ったために、現在のルートに決まったとする伝承が残されており、自動書、小さな村に汽車が来た東海道線菊川駅、物語にも取り上げられている。 しかし他の鉄道機械伝説と同様、この地においても、鉄道誘致を行っていたことを示す証拠はあっても、鉄道機械が起こったことを示す証拠はなく、仮に存在したとしてもそれが、ルート変更の理由になったかどうかは不明である。技術的側面から考えれば、当時の技術では急勾配の坂を越えることや長大なトンネルを建設することは難しく、当時は、 この菊川沿いのルート以外は考えられなかった、と、静岡県鉄道工房市は結論付けている。なお、駅の誘致活動を行った住民らは、1889年に、堀のない駅が開業すると、駅周辺の商業地としての発展を願い、駅前から自主的に移転して、別の場所に古くからの堀の内村の住民の集落で、あることを示す、旧村という農業集落を形成した。 旧村は、その後旧村自治会となり、現在の菊川市堀の内自治会となっている。今でも駅前の土地の多くは、旧村地区の地主が所有している。ホーム端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅。校内南側から駅舎、1番線、2番線、3番線の順に並んでいる。なお、点三番線が、 本線、一番線が副本線となっている。駅舎に隣接する一番線は一部の列車が発着するのみで、通常は湖線橋を渡った二番線、または三番線を発着する。三番線の北側には留置線がある。この留置線は、上り貨物列車の対比用に使用されてきたが、2002年の FIFA フフ主催サッカーワールドカップ開催時に下り側の、 信号機が整備され、エコパスタジアムでの祭事等には、臨時列車の発着にも利用されている。下り線では2本だけ長距離運用の普通列車が設定されている。車両は、掛川駅等では、ほとんど見られない、大垣車両区の313系1100番台で運用される。発車番線は1番線である。駅長は配置されない、駅員配置駅であり、 掛川駅が当駅を管理する。JR 全線切符売り場が設置されている。改札外コンコースにベルマートが設置されている。静岡県東計年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅の南側は、菊川市の中心市街地で、商店や住宅が立ち並んでいる。昭和50年代に計画された。 中心市街地再開発事業が2006年現在においても継続中であり、再開発の長期化による商業の衰退と人口の郊外への流出が見られる。近年は駅から 1km ほど南の菊川インターチェンジ周辺で宅地、商業地開発が盛んであり、これらに対応する送迎用ターミナルの整備が2008年度までに行われた。北側は 茶畑などが広がる丘陵地帯である駅の近くには緑が丘や柳町といった住宅街が整備された。また、駅北側にはかつて朝日テックの本社が隣接していたが、同社が横地事業所へ本社を移転したことで、跡地が再開発され、ショッピングセンターや分譲マンションなどが建設されている。前述のように、 駅北側にはかつて朝日テックの本社が隣接していたことなどから駅には北口がないが跡地の再開発などにより駅南北の人の往来は近年増加している2013年1月には駅北の柳町潮海寺地区と駅南との交通の便を向上するアンダーパスが開通しその後2014年以降朝日テック旧本社跡地に半分再開発され マンション建設などが進んでいる。これを受け、菊川市は2018年9月補正予算に、菊川駅の強常化と自由通路新設のための調査予算を、計上2024年供用開始を目指す。バス停留場の名称はすべて、菊川駅前バス停留場の名称はすべて、菊川駅前で、駅前バスターミナルではなく100メートルほどにしの、 島田新用金庫前を発着する。括コ内は路線識別用の色とマスコット。ホームライナー静岡、ホームライナー浜松の隣の停車駅は東海道線を参照のこと。ありがとうございます。